オノン川の一アムール川とその支流オノン川上流、チンギス・ハーンの生誕地と伝えられる場所オノン川は、モンゴル国、ヘンティ山脈のブルカン山を源流とする黒竜江の支流である。流域面積 96,200 平方キロメートル。官名は、和津南、楽双葉、高双葉などで表記される。現在は、オノンだが、古くは、オナン川と呼ばれ、元朝筆史では冒頭に、オナンムレン和津南木絶さざなみオナンムーレン、終始でも、ルドコナ、イーウーナンとして現れる。隣接するヘルレン川がヘンティ山脈の南麓を流れるのに対し、オノン川は山脈の北側を流れる。北東へ流れ、ロシア国境を越えて、シベリアのツァバイカリエ地方へ入り、1032km を流れた後にシルカ川に合流する。モンゴルのチンギス・カンは、流域内のデリュンボルダクにて誕生したとされ、彼による1206年のクリル対第二次即位も、この川の源で行われた。チンギス諸縁の地であったが、モンゴル全土の統治には東に寄りすぎていたため、オホデーの時代に拠点を、ケレートの本拠地であったカラトンに移り、カラコルムが建設されてそこが首都となった。しかし、オノン川源流地域は、粗相交流の地であり、歴代モンゴル皇帝のクリル対が開催される、候補地として重視された。ありがとうございます。